書杉神社は、兵庫県豊岡市伊豆市町内町にある神社。式内社で、旧社格は、県社。ありこ三北六、伊豆市上東部に鎮座する。祭神は次の一柱。上記の通り、祭神は、伊豆市開拓神たる、飴の日墓の着手とされる。伊豆市一帯では、書杉神社のほか伊豆市神社、小伊豆市神社、中島神社。 主義神社など、雨の日こ系の神社が多く分布することが知られる。創建は不詳。社殿では、当初は、伊豆市神社近くの水上村に鎮座したといい、現在地に遷座したのは、天正2年とされる。社名の、書杉に関わる立場母よすぐは、古事記、日本書記で見え、かつ、雨の日この着史にも位置づけられることから、 諸杉神社も古くから鎮座したものと推測されている。なお、総建地とされる水上地域は、現在も諸杉神社の宇子の関係にあり、祭礼では水上までの御子しと行が行われる。延長5年成立の演儀式新明庁では、田島国伊豆市軍に諸杉神社、諸憤神社と記載され、式内社に列している。その後の歴史はつまびらかではないが、 前述の天正2年に山梨がこの隅山城から有子山城に移転するにあたり、諸杉神社も水上村から城下の現在地に遷座したという。江戸時代には伊豆市場の山里狂は北方に祀られ、城主の小出氏松平氏仙国氏から集計を受けて、社殿造営、人工料寄進等がなされている。仙国氏の城主時代は、 参勤交代からの帰国に際して、上主自ら、諸杉神社に参拝するのが習わしであったという。この江戸時代の頃には、社名は、諸杉大明神とも称されていた。明治維新後、明治6年10月に、近代社格制度において校舎に列し、大正13年4月21日に県社に昇格した。その間、明治9年に社殿を消失したが、 明治17年に再建されている、所在地交通アクセス周辺、ありがとうございます。